年 B 組不思議の国のアリスです。私は不思議の国のアリスよ。私はトランプの女王よ。めでたしめでたしでございました。おう、まだ物語は終わってないね。ロミオ様、あなたはどうしてロミオなの？ジュリエット、どうしたの、シンディ？ジュリエット、変してしまい？それは恋してしまいました。でしょ？ああ、これだからニポ語は難しいね。女子高戦隊セーラーファイブです。 Why? なぜね、なぜ戦隊ものなのに3人だけね。美佐子と沙織はこんな出し物は嫌だって。どうして？やってみると結構楽しいのに。2人とも協調性がないね。でもこんな出し物じゃ、わかる気もするけれど。それは3年 B 組の教室や。え？たった5人しかおれへんクラスはここだけや。そうですわね。不思議の国は3年 B 組でしたわね。できませんわよね。ほんまや。いくらうちらが演技してもしらけるで。やはり低予算での演劇は無理だったのね。美佐子、ところで予算はいくらなの？500円よ。
次は3年 B 組女子高戦隊セーラー5です。この格好思ってたより恥ずかしいね。ほんまやで、お母ちゃんには絶対見られたない格好や。内申書に響かないかと心配よ。そうかしら、私は結構気に入っていますけれど、次回はもっと過激でもいいですわ。マイナって隠れオタクなんだね。うちの晴れ舞台やのにこんなセットしか。そうだよ、演技する者の身になってよ。なんでも今年から成績と舞台予算が比例するらしいの。ということは、それじゃあ仕方ないね。文句は言えないね。これじゃやる気も起きんわ。やめちゃおうか。そやな、やめてまおう。ユウたちダメよ、真面目にやりなさい。女子高戦隊セーラー5です。衣装はなんとかできたけど、セットがこれじゃあね。もしかして衣装代で全ての予算を？ああ、ミーのミステイクね。セット代まで計算してなかったよ。あのなあ、私はアリス。これから不思議の国へ行くのです。ふん、行きたければ行けばいいね。どうしたの？やる気ないの？セットもないのに演技できないよ。そうだよ、予算をケチるからだよ。
ジュリエットです。おお、愛しのジュリエット、その笑顔は真昼のバラよりも美しい。ミサコ、こんなセットでよく演技ができるね。しょうがないでしょ、予算がないんだから。照明もない、小道具もない、これじゃ何をやっても同じね。それもそうね。こんな難しい劇をやっても仕方ないかも。女子高戦隊セーラーファイブです。ねえ、こんなセットで劇ができるの？心配ね、雰囲気出ないね。爆発なんかの特殊効果もないみたいですわよね。それじゃあこんな格好したのは無駄ね。ほんと、やってられないわ。女子高戦隊セーラーファイブです。女子高戦隊セーラーファイブ。あら、なに？これってそういう出し物でしたの？あら、知らなかったの？シェイクスピアの戯曲かと思っていましたのに。まさか。それは聖歌祭でやったじゃないの。
そんなネタは最近のプレイヤーに理解できないと思うわよ。それやったらこの場面はオチがないっちゅうこっちゃ。これは作家のせいだよ。もう嫌。